ちに気づかないなんて。毎晩毎晩変な夢のせいで深刻な寝不足だわ。遅刻。おい、大丈夫か？どこも怪我はないようだな。ちゃんと前を見てないと危ないぜ。すみません。おや、君は。いけない、朝礼始まっちゃう。似ているの。彼女が落としたのか。生徒手帳だ。1年冬坂伊織。調べた方が良さそうだ。伊織ちゃん、あれ、おはよう、眠り姫。よく寝てたね。授業終わってる。原告の先生睨んでたわよ。ほんと、あれだけ堂々と寝てたらね。私、キサラギ、キサラギトミ。あ、沢渡です。私は冬坂さんでしょ。先生に呼ばれても寝ぼけてたけど。そうなの？覚えてない。高校生活開始早々に印象悪いな。よろしく。こちらこそ、キサラギさん。うさみでいいよ。あだ名だけど気に入ってんの。私もイオリって呼んで。じゃあ私もミワコで。私の前の席に座るうさみちゃん、赤いメガネにおさげの少し変わった女の子。おっとりしている親友のミワちゃん。男子と喋るのは苦手でも恋愛話は興味津々。うさみちゃん、中学どこだったの？ああ、ちょっと遠いとこ、普通よ。やっぱり気になる。うさみちゃん、何？ゴート先輩と仲いいの？ゴート？いや別に。なんで？女子の間で人気の憧れの先輩なのよ。あいつが？そうなのか。あれがね、廊下で親しそうに話してたから。いや、全く趣味じゃないし、単なる知り合い。そっか。あれ、おでこ赤くなってるよ。机で寝てたからじゃない？これは多分朝来るとき人とぶつかって。あれ、顔が赤くなった。何かあるわね。実はぶつかったのがちょっと素敵な人で、思い出したらなんだかドキドキする。それは一目惚れよ。そうなの？そう、運命の出会いに間違いないわ。そうなのかな、これって。なんだろう、やっぱりドキドキする。ちゃんとお話しすればよかった。制服も違ってたし、ここの生徒じゃないのかな。今日帰りに寄るでしょ。さっきの彼のこともっと聞きたい。うさみちゃんも帰り一緒にどう？クレープ屋さんが新しくできたのよ。クレープか、いいね、行こう。いつも眠そうだけど、夜更かしでもしてるの？
そういうわけじゃないんだけど、変な夢ばかりで夜中に何度も目が覚めちゃって。変な夢って？ぼんやりとしか覚えてないんだけど、昨日のは燃えてる廃墟みたいなとこにいて、何か大きな影が近づいてきて、そこで起きちゃうのよね。ああ。扉もまともに開かないじゃない。しかし古い校舎だよねここ。あら、夏野ちゃん、壊しちゃダメじゃない。壊してません。なっちゃん、教室隣でしょ。いいじゃない、顔見に来たのよ。友達？うん、夏野ちゃん。私たち3人小学校から一緒なの。夏野ちゃん、こちらうさみちゃん。きさらぎです。南夏野です、よろしく。照明も裸電球だし、こんな古い木造校舎今時めったにお目にかかれないわ。この古い校舎って入学に合わせて新校舎完成の予定が工事遅れたからなんだよね。来月には新校舎なんでしょ。本当に古いよね。戦時中に建てられた校舎だって聞いたよ。そうなんだ、築40年超えか。南さん、こんなところに。見つかったか。他のクラスに入り込んで次の授業の準備を先生に言われてるでしょ。分かったわよ。あ、そうだ、前に言ってた猫今は学校で見たよ。え、どこで？理科室の裏あたり。南さん。はいはい、今行く。その猫ちゃん知ってる？黒くてお腹白い子だよね。美和ちゃんも見たの？学校でよく見るよ。へえ。ずるい、私まだ見たことない。理科室裏か。よし、ちょっと行ってくる。よく寝たせいか元気だね。いないな、どこだろう。あ、見つけた、猫ちゃん。こんなところに隠れちゃって。あれ、どこ行った。どうして。分かってるだろう、黒部くんと網口くんだ。俺たちの関係は普通じゃない。網口くん、なんだからしくないよ。聞けよ、俺もこういうの初めてなんだ。お前は感じなかった？もっと確かめ合いたいんだ、付き合ってくれよ。やっぱりおかしいよ。あ、冬坂さん。あ、冬坂。あの、その愛の形はいろいろあっていいんじゃないかと。え？続きをどうぞ。待って、何か誤解してる。俺たちがそういう関係？面白いなそれ。誤解だよ、僕たちが話してたのは夢の話なんだ。夢？毎晩あの夢で夜中に目が覚めるもんだから眠い。夢の話って？最近さ、妙な夢を見ることが多くて。
見るたびに全然違う夢なんだけど、どうも時系列がばらけているだけで繋がってるみたいなんだよね。え？驚いたことに比べくんも似たような夢を見てて、話を聞けば聞くほど状況も設定も一緒で、俺は夢を共有してるんじゃないかって。僕は映画の影響だと思うけど。確かに比べくんと知り合ったのもレンタルビデオ屋だったしね。でもなんか違うんだよな。テレパシーでつながっているのか、そうじゃなければ未来のビジョンか。はあ、未来の。そんなわけで、ともかく夢を見たら確認したいって話していたんだ。突拍子もない話で呆れちゃった？いや、そのそうだったのかと思って。ほら、私てっきり。授業始まるの。続きはまただ。教室に戻ろう、風坂さん。攻撃してくる。中枢がやられたらこの町は消滅する。だがこちらは少数だ。守ってばかりではいずれ突破される。そこでターミナルの自己防衛機能を起動させる。それでこのエリアは完全に防御され、 D も手を出せなくなる。先生が言ってたイージスね、それ大丈夫なんですか？時間稼ぎに使うだけだ。どうすれば起動できるの？近い方でいい。 D の侵入ポイントまで移動してくれ。侵入？怪獣の目指してる地点のこと？そう。そしてその下がターミナルだ。ID ならどれでも起動できるだろう。これでもう大丈夫？怪獣は来なくなる？いや、まだだよ。自己防衛システム、イージスの起動には時間がかかる。それまで D を可能な限りターミナルに近づけるな。やってみます。警告、 D 信号接近、攻撃圏内、迎撃態勢、戦闘情報処理開始。僕は押したら。意識を集中するんだ。
早く移動しないとまずよく考えるんだ。攻撃範囲内。ついてきて。助かったのね、私。